ラブ FM 国際放送株式会社は九州地方北部を主な放送対象地域として外国語放送をする特定地上機関放送事業者である。愛称はラブ FM。コールサインはョフは FM。開設当初は福岡県福岡市中央区天神に本社を置く株式会社九州国際 FM が放送事業者として放送を行っていたが、 同社の経営破綻により2011年1月1日からは同じ福岡市内でコミュニティ FM フリーウェーブを展開していた天神 FM 株式会社が同社の免許を引き継いで放送している。本校では九州国際 FM 時代を含めた外国語放送全般の概要について記す。演奏書ソラリアパークサイドスタジオ百九十七年四月一日に 九州国際 FM により FM 心、インターフムに続く日本で3番目の外国語 FM 局として開局。演奏所を福岡の繁華街、天神の中心部にある岩田や本館内に設け、当初から北九州にも中継局を置き、実質的には北部九州全域をエリアとする放送局であった。しかし、当初から経営的に苦しく、年を重ねるにつれて、 外国語だけの番組は徐々に減り、編成上日本語オンリーのつぼねと大きな違いが見られなくなってきた。2010年6月5日付の各メディアがラブ FM の株主の一つであり、参加にコミュニティ放送局天神 FM を有する西日本鉄道に事業上とする方向で検討に入ったと報じた。この手法は、いわゆる新旧分離による経営再建であり、 後に、現外者側が、数少ない社員の全員解雇の方針を示したことで、社員らの反発を招いていたほか、4分の1近く、出資している県内の自治体や他の株主との関係を、どうするかといった問題が残されていた。また西鉄側も、出資比率次第では、天神 FM との間で、マスメディア集中排除原則の出資比率原則、 違反となる可能性もあるため慎重に検討を進めていた。11月22日に九州国際 FM と天神 FM との間で九州分割を行い九州国際 FM の超短波放送事業を天神 FM に事業上とすることが両社の株主総会で承認され両社から発表された。1ヶ月後の12月22日付で 総務省九州総合通信局から放送免許の承継が認められ、これにより九州国際 FM は2011年1月1日付で、いわゆる新旧分離を部分的に行い、分離した放送事業を天神 FM に吸収させ、会社生産の手続きに入ることになった。天神 FM の言っていたコミュニティ放送については2011年1月1日午前0時を、 もって、放送終了となった。なお、免許継承手続きの関係上、2月28日までは、救急州国際 FM のスタジオ等を使用していたが、翌3月1日からは、フリーウェーブのスタジオであった、ソラリアプラザ内のサテライトスタジオに演奏所を移転して、放送を行っている。日本の放送法による、一般放送事業者の新会社への放送免許、上都は、 ラジオ局では2010年10月1日に、兵庫県の株式会社キス FM 神戸が経営難で受け皿会社の兵庫 FM 放送株式会社に放送免許を明け渡して、以来のことで、コミュニティ放送局の事例を含めて、既存放送局が放送免許を返上して、別の放送局の放送免許の譲渡を受けるのは、初めてのケースである。 2012年8月6日より JFN 系列外局では初となるどこでも FM での配信を開始したが2020年6月30日をもって配信を終了した。w i ズラジオも同時に配信を終了した最近ではミュージックセレンディピティとティーンエイジピープスがアベマラジオで視聴できる他口述の通りボートレース中継や競馬中継を RKB ラジオの編成の都合でできない場合に限り中継するようになった。主な受賞歴に中村明追悼番組ヘルピン,ンシーンの国際貢献とはで2020年日本民間放送連盟賞ラジオ共用部門で優秀賞を受賞した。外国語放送局が番組部門で受賞するのは初めてだった。なお CM 部門では愛知国際放送が 平成20年日本民間放送連盟賞の第一種でコーミソースの作品が優秀賞を受賞したことがある。九州国際 FM としての本社のあった天神岩田や福岡県及び佐賀県のうち外国語放送実施地域が放送対象地域であるが実際の聴取家の地域としては上記の通り山口県西部大分県北部から大分市 熊本県北部から熊本市、長崎県島原市など有明海沿岸地域までが含まれている。ただし、九州電気通信管理局のプレスリリースによる放送区域はこれよりも狭くなっている。熊本市に関しては放送対象地域や放送区域双方から外れているにもかかわらず、公式のホームページで熊本市内から大分の一部、また、 福岡県音賀郡まで、カバー、熊本市内から車で出かけたとき、周波数を変えるという煩わしさもなく、福岡市までのドライブを楽しめるということです、と表記していることや、サービスエリアマップでも熊本市を含めているなど、会社も熊本市までは事実上のエリアだと認識しているようである。ラブ FM 仕様に改装された、直後のソラリアパーアクサイドスタジオ参考、コミュニティ FM、 フリーウェーブ時代のソラリアパークサイドスタジオ放送時間は24時間。ただし、毎週日曜深夜25時から29時は放送機器メンテナンスのため放送休止。天神 FM から引き継いだ番組2011年3月まではパーソナリティをヘアジョッキーと呼称していた。福岡県において文化放送制作のボートレースライブは原則として、 RKB ラジオで放送しているが、RKB の編成上一部のレースをラブ FM において放送している。2019年1月からは競馬中継についても同様の体制が取られることになった。メガネットアメガネットネット番組。インターフムでもネットされたものは、天神 FM から引き継いだ番組2011年3月までは、DJ、パーソナリティをアージと呼んでいた。 ニュース、天気予報は一部を除き、番組の担当 DJ が英語や日本語で原稿を読み上げる。時間帯は平日と土曜、日曜で異なる。なおスポンサーがつく場合、交通情報では JOKWFM、OK、の部分が提供クレジットに置き換えられ、ニュースと天気予報ではサウンドロゴの後に提供クレジットが挿入される。いずれの場合も提供クレジットは英語読みである。 ラブ FM では、時報として、自社オリジナルのミュージッククロックを放送している。メロディー部が生時である。例、午前9時、西日本シティ銀行が提供のイシャ時のところに、スポンサーがなければ、ラブ FM ミュージッククロックに差し替えて放送。また、通常はミュージッククロックの前に、スポンサーの CM が流れる。全曜日共通で、 サンライズの放送開始時刻である午前5時は放送されないが、アフターダーク及びザ・ジャーニーの放送時間帯は毎時放送されている。2003年3月31日時点。出展。ありがとうございます。